セルビア語は、インドヨーロッパ語族スラブ語派南スラブ語群の言語。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国解体以前は、クロアチア語、ボスニア語と同一のセルボクロアチア語とされていた。モンテネグロ方言をセルビア語とは別のモンテネグロ語だと、する意見もある。これらの言語の違いは、方言と、細かな聖書法程度でしかない。また、マケドニア語、ブルガリア語及び、 スロベニア語とも近い関係にある。表記にはキリル文字とラテン文字の両方が用いられる。ユーゴスラビア連邦解体後の現在においては、セルビアでは主にキリル文字を用いるが、ラテン文字も通常使用されており、両者が完全に併用されている。ただし、キリル文字とラテン文字を同一の文及び文章内で混用することはない。公文書や学校の教科書などでは、 キリル文字表記が主流だが、インターネット上などでは、文字化けが起きにくい、ラテン文字表記が多く使用されている。このような事情を勘案して、セルビア語版 Wikipedia では、キリル文字とラテン文字の自動変換機能を備えている。なお、キリル文字1文字が、ラテン文字では2文字に対応するものがあり、ユニコードでは、相互変換を円滑にするため、キリル文字1文字に対応する。 ラテン文字2文字の組み合わせを1文字のようにみなして文字コードを与えている。和社は主にバルカン半島に分布し、セルビア人を中心に、セルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルセゴビナ、クロアチア及び他の国で話される。和社人口は世界で1000万人おり、セルビア、モンテネグロに700万、ボスニア・ヘルセゴビナに150万、クロアチアに4万。 他マケドニア共和国で3万、ルーマニアで2万人が話す。また、オーストラリアで5万人がセルビア語を母語とする。セルビア、モンテネグロ、ボスニアヘルセゴビナ、コソボで公用語とされる。セルビア語文献は中世に始まり、1186年にセルビア語訳聖書、ミロスラブ福音書が作られていて、現在はセルビア国立図書館で国宝扱いになっている。 セルビア語が初めて印刷されたのは1494年で、これはグーテンベルクの印刷機発明よりわずか40年後のことである。ありがとうございます。